なんか誤ってボタン押しちゃってて解除されてるのかもしれない。今、17年目2月の1週武蔵野放熱線やっております。お、反対逆サイド。さあこれで反対にあって怒られてますね。おっと、さあ結果的ショートコーナーになりました。あと足が遅いぞ。さよ、足の速さ大事ですからね。キック力、高キック力じゃないですからね。あのいかにこのゲームは相手の裏をかいて1対キーパーといっぱい1対1にさせるか。守備を破るかですね。逆サイド、これはやっぱり無理があったか。お、エリカ、試合終了です。結局スコアレスドローですね。あ、でもこちらの方がボールを持っている数は多いんだ。というわけで、一人ですね、前回の動画を最後に女子選手をスカウトしました。その結果はどうなんでしょうね。女子選手は下の名前で出ますね、名字じゃなくて。なので、区別がつきます。さあ練習試合ですね。 N1 だったからやってないよ、チームで。他はピーターローズ、やっぱり N2 と N1 ではクラスが違いますね。黄と緑は逆にゆっくりして、すぐ障害でやってみましょう。これで試合開始です。うまく前の2人に渡ったら得点になる可能性は高いでしょうね。果たしてそうなるか。怖いな怖いな、外れましたね。さあチャンス、おっとくるみうまい、ここは防がれましたね。さあさつき、さつきがもう直接入れてしまいました。キーパー思わずのけぞっております。先取点、いいですね。おっとピンチ、危ない。キーパーは強いですからね。ただまだ梅は前線には出せません。
頑張りもポイントなんですよね、ここ。お、裏を書いた。でもね、フォワード中心に強化していくっていうのもありかもしれない。フォワード、フォワードの前かな、前のボランチっていうかな。あ、同点に追いつかれた。ドーンってきますね、小山。ヘディング決められました。フォワード前のボランチを先に強化すると、もしかしたら強いチームできるんじゃないかなっていうことで、テストは大事ですね。ラストパスを上げる選手が強ければ、いいパスが届きますし、クリーンに決まった。試合終了。練習試合終了直前ですね。ラストパス上げる選手が強ければ、正確なパスがあって、フォワードは決められるし、かつ、ひょっとしたら自分でも、そのボランチを自力で、得点取ったりすることもできないと思、できると思いますんで、ボランチの強化って大事なのかな？と思います、このゲームは。時間帯攻められてますね。なんとか防いでますが、これで小山にヘディングで決められてしまいます。守備は進んでいるんですけどね、中にボールを入れられてるっていうのが致命的ですね。さあ、試合終了直前ですね。さつきからこううまくくるみが飛び込んできた。この辺はさすがくるみ、エースストライカーです。はい、見事なボレーでした。課題は4つですか。広告なしですね。はい、というわけで、これで一瞬休ませます。お、そうするとカルメン選手の結果が、やったー、5位です。契約します。スタメン。今何人かな、選手の。残り1人スカウトできますね。今選手データはご覧の通りとなっています。ポジションを、ディフェンダーとして、カルメン選手が新たに加わりました。もうポテンシャル結構高いから、ピークの時間帯は短、ピークの期間は短いのか。まあ A と B がありますからね。ハート B はな、そんなに必要ないんだよね。走力とかの方がいいんだけど、まあひとまずこれを育てていきましょう。はい、というわけで、いよいよ開幕の週となりました。いきなりかエルドラード欧州、
かなり強力なチームかな、そうでもないかですよね。まあ、キーパーのヤスバーズ、そうですね、が強い守りのチームだと思います。昨年4位、まあ、なかなかの強豪だと思いますが、開幕戦なので、勝っていいムードにしたいと思います。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。